どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はブルーアイズホワイトドラゴンデッキ、新パックにて超強化されました水眼デッキですよ、ブルーアイズ。運営さんの意図が分かりますよね。あのブラマジを規制しないっていうこともそうだし、あのブルーアイズに強化を入れてくるっていうこともそうなんですけど、キャラクターのデッキをリンクスは強化していこうという気持ちが見えるんですよ。僕はねものすっごい嬉しい。小上さんありがとう。ただねブラックマジシャンは規制してで今日はこういうあの新しいギミックの青眼デッキをねご紹介していきたいと思います。ついにこれが活躍する時が来ました。ついにこの光の霊道という最強のカードが、活躍する時が来ました。でどういうギミックかっていうと、新しく登場したこの UR の、ブルーアイズスピリットドラゴン、これを活躍させていくっていう、デッキでございます。これ1枚でも別にいいと思うんで、多分ね1枚でもいけるから、あの意外とこの乙女だけ2枚ゲットすれば多分なんとかなると思います。一応組み方はで、スピリットドラゴンどういう効果持ってるかっていうと、チューナープラスチューナーからブルーアイズモンスターの急シンクロ、この、カードがモンスターゾーンにいれば2体以上の同時特殊ができない、ナビゲートはちょっと2体同時じゃないんで止められないんですけども、あれマジであのバグだから、あれバグだからなんか2体同時じゃないから止められないんだけど、同胞の絆とか霊獣とかああいう2体同時を止めれます。で、一旦に一度墓地の、カードの効果が発動した場合に無効にできる。これすっげえ強いんですよ。例えば妖刀知らぬに、それからカイトロイド、タスケルトン、最近はあのライトロードとかいうね最強のデッキに入ってる、ああいうカード止めれるんですよ。強いよね、めっちゃ強い。あとサイマチのなんかあのリクルートとかも止めれるし、めっちゃ強いです。でシンクロ召喚したこのカードをリリースして、エクストラデッキから自身以外の、ドラゴン族光属性のシンクロモンスターを守備表示で特殊召喚すると、でエンドフェーズに破壊されるっていう感じなんですけども、スピリットドラゴンはこれエスケープができるんですよ。この効果は相手ターンでも発動できるっていう誘発即時効果っていう最強のね、遊戯王界最強のテキストなんで、だからこれで変身することができます。で変身できる先は結構いて、例えば、双眼の銀竜、こちら特殊召喚に成功すると効果であの破壊されねえし効果対象にならないっていう効果出るんですよ。でスタンバイにブルーアイズを蘇生するよっていう効果なんだけど、これからこれ変身すると破壊されずにまたスタンバイでブルーアイズ蘇生できるんで結構強いんですよね、これがまあ鉄板コンボ。あとはこれ先行竜サラスト、これ一旦に一度破壊から守れるよっていう自信を効果持ってるんで、一応これを出すっていうこともたまにしますね。たまになんかあれ耐久するときワンキルされそうっていうときに耐久するときとかに結構出しますこれで、あとはもう単純にこの辺の急進行を入れていると。なんだ一応アークミカエルとかも出せるんだけど、ライトロードもまああれ別に使い切りになっちゃうしいらないかなっていう、こっちでいいかなっていう感じですね。でメインギミック霊道がすげえ強いんですよ。光属性のレベル1のチューナーの召喚権を1回増やしますっていうのと、あと1体フィールドのモンスター1体対象に取って通常モンスターをデッキにから墓地に送って、レベルかける100アップするよっていう打点を、そういう効果ついてるんですよ。でマルサンバーは今回使いません、ゴロムラバーストストリームが入ってないから。でこの光の霊道で何したいかっていうと、これを対象に取りたいんですよ。すげえ宇宙のムーブができて、青き目の乙女っていう、もう本当にこのなんかもみしだきたいオパーイをしているオパーイが大きい女の子、もうこれだけで環境トップですよね。これが環境トップ、これだけで採用する価値があるっていうね、かわいいわ。で、このモンスターそのどうでもよくて、効果がフィールドの表が表示のこのカードが攻撃対象になったら、まずブルーアイズモンスターをデッキ墓地、手札、ブルーアイズモンスターじゃねえや、ブルーアイズを手札デッキ墓地から特殊召喚ができますよっていう効果、そして効果の対象になった時でも、手札デッキ墓地からブルーアイズを出せるよっていう効果。つまり何が言いたいかっていうと、これ1枚立てとくだけで初動になってるんですよ。初動1枚、これ1枚で初動になってるんですよ。完結してるんですよ、強いよね。で何が宇宙かっていうと、乙女と霊道がある場合、乙女を対象にとって霊道効果発動すると、乙女の効果でデッキからブルーアイズが出てくるんですよ。だからブルーアイズと乙女が並ぶんで、急シンクロが即座にできるということで、これが出せると。これね対象に取れればまあ別に何でもいいんで、機械のレードじゃなくてもなんか清掃とか禁じられた清掃とか、ああいうカードでもいいんだけどね。でこれが剣士が結構強くて、これ召喚に成功しただけで
レベル1の光属性チューナーを手札に加えるよっていうことができるんですよ。あと効果モンスターがいればそいつ対象にとってこいつ自身あの手札から捨てるとデッキからブルーアイズ出すっていう、例えばねその乙女対象にとって、こいつ手札からリリースすると、こいつの効果でブルーアイズ出て、で こいつの効果でこれが変身ブルーアイズになるからブルーアイズブルーアイズってあるんですよ。だからハチエクシーズとかねができるという、あとあのブルーアイズのなんかツインバーストみたいなのがあればなんか融合できたりするんだけど、そういうギミックになってますね。これ結構強いです。で、これで持ってくるのが結構太鼓とか、まあ、乙女持ってくるんだけど、これ結局持ってきた太鼓を捨てるっていうギミックがあればすごい強いじゃないですか。だから、今回は手札を捨てるギミックをガン詰めしました。天罰と摂理。今ね、やっぱライトロロッドとかが多いので、天罰摂理結構刺さります。まあ、モンスター効果がやっぱりリンクスも強くなってきたんでね。はい。というわけで、あと、合法も一応入ってるわ。というわけで、あで、オルタナティブで変身するっていうね、パターンね、ブルーアイズ。そんな感じ。いや、ブルーアイズ強くなったね。まあ、環境トップと勝負できるかって言われると、まあ、勝ったり負けたりみたいな感じなんで、トップではないかもしれないけど、ティア2ぐらいはあるんじゃない多分。はい。というわけで、早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、勝てば昇格戦、サイバー流か。目にも飲みしてくれるぜ。いけ、青き目の乙女を召喚。カードを2枚セットしていいんじゃないか。ターン終了だ。さあ1枚ぐらいはコツサイで抜いていいぞ。1枚ぐらいはコツサイで抜いていい。コズミックサイクロンはね絶対あるんでね、サイバーリーはねあの1枚伏せしかできなかったんで、ね、あの伏せないまである結構プレイング的にはね。でコズミックで案の定1枚抜かれていくが、でここでコア召喚だったら嬉しいな。神の説に発動セッ、わあ無効だ。ブリ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 バチコーン、よし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 、いいぞ。これで俺はエンドフェイズブルーアイズが出てくるぜ、デッキからだ。さあ来いよヘルカイザー、殴ってくれるとありがたいな。このモンスター絶対殴ってくんないけど、これ殴ってくれるとありがてえ。サイバーリオギーだろ。え、融合できんのこれもしかしてえ、でもこれブルーアイズ出てきたら意外といけるってなんだよな。3000だってあるから。おお、なるほど。で太鼓の白石効果、太鼓の白石効果で白き霊竜で、サイバルティックオーバーフローは絶対抜く。サイバルティックオーバーフローは絶対抜く、絶対抜く。これだ、いやその時計はない。よし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 、オッケー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 。ちょっと待って、まずちょっとこれ召喚するの確定、召喚するの確定。なんもないのか、なんもない、なんもないか、なんもないのか、なんもない。なるほど、3000だっサイバーレティックオーバーフローじゃないから、これさこっちじゃね、これバーミリオンじゃね、これ3000でしょ、これバーミリオンとさ太鼓で殴ったら勝ちじゃね、これ違うかな、俺合ってるよねこれ。これなんかスピリット出してる場合じゃないよねこれ。これ一旦さ、一旦さ、これ乙女の意味ないけどこれ乙女の意味全然ないんだけど、こことだから、これとこれじゃない？こうじゃない？でドラッグオン、薬中、通称、牧原紀之だし、で牧原紀之の効果と、マッキーの効果によって、こっちを除外して、で、これ前飛ばして、どうする融合でしょ、それ。どうする融合でしょ、それ。バトルじゃないの、これ。魂の謎眼球じゃないの、これ。あ、勝ったわ何がサイバーリオじゃボケ、おととい気合がいい。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、魔法の使い手。これさ思うんだけどさ、魔法の使い手のさナーフがさ、要はスキル修正どういう風にされるのか発表するべきじゃない、発表するべきだよね絶対に。コナミマジで頭悪いんかな、まあ、コナミはボロクソ言ってっけど、あのさ修正どういう風にされるのか分かんないとさ、デッキ調整しようねえだろ。今月最後に停止カップあんだろ。なんかさ、タイだっていうか甘えじゃない、甘えだよね。クソ甘えなんだけど、あのスキル修正の魔法の使い手がどういう風に修正されるのかっていうのを発表しないっていうのはマジで甘えだと思う俺。だって分かんねえもん、どうなるのか。しわかれ1枚入れて、で5種類積んだらどのぐらいそのなんだろうな魔法カードが来るのかとか分かんなくない、まあ、1枚確定するっていうのは多分はなくならないと思うけどね、さすがに。だから多分今
魔法の使い手使って一応デッキいくつか組んでるんですけど、わかんねえんですよ。あれだよな、あとサンドラライドがなかなか面白いデッキだな。いいだろう。これがね、本当にどうにかしてほしい。早めにそのスキルの修正をどういう風にするのかっていうのも、そもそもブラックボックスに入っちゃってるから、あのスキルの内容がおー、もうそこそこ強いな。だからまずこれは一旦レードを発動するんじゃないですか。でレードを発動して、剣士行く、剣士行く、で剣士効果、まあこれ乙女でしょうね。乙女、はいはい、あそれ使ってくれるのありがてえ、それいい人やわ。これチェーンガチうるせえんすよ。このチェーンマジうるせえから、この人いい人や。この人もこのメインフェーズで即座に打ってくれた、めっちゃいい人や。これね最後までガメルしてるからね、クソうるさいんだよチェーンがでレイドレイド効果で巨乳対象にとって、で巨乳効果、巨乳効果で巨乳で巨乳が出てくる。はい、デッキから出てきて、でデッキから墓地送っていく。でそんな召喚ムービーとかまあどうでもいいんだけど、まあ一応見るか。俺様のプライド、そして俺様の魂、貴様に見せてやる。ブルーアイツホワイトドラゴンで墓地送っていく。そしてスキル発動、オルタナティブヌオー、オルタナティブホワイトドラゴンの効果発動、ヒールドラモンスター一体を選択しぶち壊していく。そしてここでレベル9進化だ。スピリットじゃねえさすがに。聖なる守護ミニマトシ白木竜よ、その青きマナゴに宿る敵を滅し新たなる脈動をかきたてよ。進化の召喚降臨せよ、ブルーアイツスピリットドラゴン。かっこいいぜ、バトルするぜ。ちょっとお前どっか行け。あー、タスケルトンですか。タスケルトンは、タスケルトンはさすがに無効。スピリットドラゴンの効果、墓地のカードが発動した場合一旦に一度その効果を無効にする。ビビビビビビビバチコーン、いやー強い、いやー強い強い。タスケルトン止めれんのでけえ。ちょっとアサシンは一旦ほっとこう。でアサシンホットキーの、アサシンホットキーので、まあ、墓地壊されないよ。でこれでジャッジメントが出てきたら分からせるから、俺ジャッジメント出てきたらマジで分からせる、分からしていくから俺。ライデン、ね、7シンクロされそうになった場合も分からせるよ俺。7シンクロされそうになった場合も分からせる。さあ来いよ、いいよ来いよ、来た。なんだ、あそれか、オッケー。それで召喚権使っていく、召喚権は使っていく。で、あ来た来た来た、ブルーアイス、スピリットドラゴンの効果、自身をリリースし、デッキより光属性、ドラゴン族のシンクロモンスターを特殊召喚する。そして、双眼の銀竜はこのターン、効果では破壊されない。きたこれがライトロードへの回答だ。いいだろう。あ、でもやばい、打点に、打点やばいな。あ、打点やばい。ちょ、打点アップやめて、打点アップマジやめて、アップレー、アップレー、アップレーで双眼の銀竜の効果発動、双眼の銀竜の効果により、ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。俺様のプライド、そして俺様の魂がうんぬんかんぬんしてどうのこうの。そして太古の白石を通常召喚し、レベル8とレベル1でシンクロ召喚、大地を揺るがす灼熱の号砲がどうのこうの、シンクロ召喚、灼眼の牧原の竜騎、はい着地、灼眼の牧原の竜騎の効果発動、墓地の中南音差一体をゲームから除外し、フィールド上のカードを1枚選択し破壊していく。そして太古の白石の効果発動、墓地に存在するブルーアイズ音差一体を手札に加えることができる。そして俺はブルーアイズをてめえに見せびらかし、行くぞ勇気、勇気行け、ブルーアイズオルタナティブドラゴン行け、オルタナティブの効果、フィールド上のカードを1枚選択し破壊する。もうカイトロイドもないな、カイトロイドあるわ、カイトロイドはある、まあいいだろう。攻撃表示だ、カイトロイド生き返るか、ってことはブルーアイズに変えればいいんだ、変身ブルーアイズ、あー
ブルーアイズもいなかった、ブルーアイズもいなかった、やばい、いやミスった、いや攻撃表示バトル、ちょやべやべやべ調子乗った、カイトロイドぶちかまされていく、ちょなんでだよ、ブルーアイズなんていねえんだもん、ちょブルーアイズ切れ、魂のブルーアイズ切れだ、これ別に殴る必要ねえのか、殴った方がいいか、あのあれだもんな、魔法の使いだったから別に殴ってもいいんだ、これぶん殴ってもいい、ミスったー、もう一枚ある、もう一枚ある、クソめんどい、これでジャッジメントやめて、これでジャッジメントしたら俺切れるよ、さすがに、さすがにそれは切れる、あっぶれあっぶれあっぶれ、さあお相手の方、社長、社長 VS 社長対決よろしくお願いします、ふん VS ふんですね機械の霊道の効果発動、巨乳を召喚、そして機械の霊道の効果を発動し巨乳を対象に取り、巨乳効果発動、おっぱいがでかすぎることによってデッキよりおっぱいがでかすぎるモンスターを特殊召喚できる、いけプレイライツホワイトドラゴン、そして墓地送っていく、聖なる守護ミニマトシ白木竜よ、その青き眼に映る敵を召し新たなる脈動をかきたてよ、新規の召喚降臨せよ、ブルーアイズスピリットドラゴン、カードを1枚セット、ターン終了だ、いいぞ、素晴らしい動きだ、これぞブルーアイズっていうねムーブができてます、今楽しいです、ふん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 、え目覚めの旋律、あこれあれ進化した最強やつ、これあこれ進化した最強やつだ、これ進化した最強やつだ、やばい、え出んのこれ、えそれやばくない、その動き結構強いけどね普通に、ちょ出る、え出るの、だ出ないよねそんな簡単には、あ出るー出るんすか、出るんすか、出ちゃいます、ああでもちょっと待って冷静に考えろ、3連打は止めるぞ、3連打ワンチャンいけるぞ、分かったらさ、これさあれじゃない、あこれ神プレイングできるわ、これこれ変身して変身すんじゃん、変身すんじゃん、で先行流になるじゃん、で耐えるじゃん1回で、これで3連打来るから飛んできて全部やられて、で太鼓の支配者の効果でブルーアイズ出てきて、ブルーアイズオルタラに変身してオルタラで破壊だ、神だ、神プリングが来た、来たこれ、見てろ見てろ、ふん今から分からしてやるぜ、貴様にデュエルとはどういうものかを分からせてやる、さあ来い、殴れ殴れ殴れ、早く殴れ、この太鼓の支配者を殴れ、殴らない、え遊戯王うますぎかこいつ、え遊戯王うまくない、えでもそんなに連打できないでしょ、もうでもそんなに連打できないでしょさすがに、えもう一連打できんのこれ、えそれは遊戯王うますぎるよ、だとしたら嘘でしょ、いやもうないでしょコストは、遊戯王うますぎない